持ち込んだこの特注のパイプ椅子に腰をかけるのか。今宵の戦いはノーローテ、場外押し出しマッチ。持ってくるんですが、今日は手錠です。そして椅子です。宣伝一切なし。で、花道に進んでいく。殴り合いが花道で早くも始まった。皆さん、はい、あれはノーティークですから反則ありませんからね。そうですね、至る攻撃が許されるという。アイスの前に来た。あるいはもう試合をやめる。アイスイーサーと言わせた方が勝ち。今これは椅子も来たから、もういろんなものができちゃって。もなんかめちゃめちゃ響くやつですよ。耳やられるやつですよ。へこんでいます。この中継のゴミ箱がへこんでいます。もう一曲を使ってダイレクトに殴りに行く。そしてダダークラッシュ。急所。モロに引っ越した。どうだ。ガクちゃん、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 ガクちゃん。しました。シミュレーション映像越最後はハサミを突き出しました。 AOPW2021 保持者 T シャツからスラリとのぞく、このスタイル。矢野トールもひねったシングレット。うわ、このもう矢野選手のこれ実力が今日フルでオープンされるんですかね。 VD もタスキも何も身につけ、あー、シングレット。もういやもうこれ競技、あに腰のあたりに日本って書いてあります。うわ、もう代表だ。なんかさ、日本代表のレッドリングの日本ですね。さあ、そしてフォールを狙う。バックを取られた。これはダイレトール大量得点、一気に6ポイント。さあ、大川逆転されました。見てるやつも見るものよって言ってますね。
がらせる。バカ野郎、バカ野郎、頭を叩いた。怒りが増幅する。バカ野郎、怒らせてはいけない男を怒らせました。何をこう打ち出してるのかが全くよく読めないから、それなのに矢野選手がこう勝ち星を取るわけですよね。いろいろ剣を引いた。手錠を奪ったこの気合を入れる。手錠を使ったこのグラブチョップ合戦。自分が持ってきた首輪で上がってしまうとはね。